ディスカバリーのペイロードイに格納されるレオナルド宇宙ステーション整備施設に置かれるレオナルド高級型多目的モジュールはアメリカの予圧モジュールとしては最後に国際宇宙ステーションに設置されるモジュールで2011年2月24日の STS-133 で ISS に運ばれた。PMM は ISS 内の様々な場所に保管されていた予備の装置や補給品。 廃棄物の保管のための倉庫として用いられる。この PMM は ISSA の物資運搬に使われていた多目的補給モジュールのレオナルドを高級設置が可能なようにデブリ体制を強化するなどして改良したものである。当初のヨーロッパの提案では MPLM ドナテロに隕石と宇宙人から防御するデブリシールド及び冷却システムを実装しスペースシャトル退役後に ISS に係留しておくというものであった。MPLM の改良に要する費用は、ユニットあたり2000万ドルから4000万ドルと見積もられた。その後、この MPLM は、プレシャーイズドマルチパーパスモジュールと呼ばれるようになり、予備の部品や補給品を保管し、補給の間隔を長くすることができるとされた。この提案は、既存の計画を変更することになり、また費用がかかるために、 NASA に拒絶された。しかし内部での議論は続けられ、スペースシャトル最後の飛行となる STS-133 で MPLM を高級的に ISS に係留する可能性が検討された。ユナイテッドローンチアライアンスもスペースシャトルの退役後に発展型使い捨てロケットで ISS の追加のモジュールを打ち上げる提案を公表した。2009年8月5日、 STS-133 で一機の MPLM を運び ISS に残していくことが発表された。2009年10月 PMM に使われる MPLM をレオナルドとしたことが発表された。STS-133 は最後から2番目のスペースシャトルの打ち上げで2011年2月14日に打ち上げられた。PMM は シャトルリモートマニピュレータシステムとカナダアーム2を使ってユニティの地球側の結合場所へ設置された。STS-131 のミッションを終え、2010年4月20日に地球に帰還するとレオナルドはケネディ宇宙センターの宇宙ステーション整備施設に運ばれ改良を施された。レオナルドを PMM にするために Y グラパルフィックスチャーの除去。 ロフコンポーネントの除去、CBM シールの交換、モッドシールドの取り付け、フィードスルーシールの交換、ビジティングビークルレトロレフレクターの取り付け等が行われた。ありがとうございます。